晴れてます。晴れております。やった、やっと晴れた。やっと晴れました。どこ行こう今日は。貝殻の道。白い貝殻の道、うん、晴れてるからいい写真が撮れるかも。早く行きたい。今日はめっちゃいいお天気です。今日はここでレンタカーを借りてうろちょろします。今から宗谷丘陵の方に向かいたいと思います。はい、白い貝殻の道向かいます。いい天気になってよかったね。よかった、よかったね。貝殻の道まで何歩くらい。白いを頭につけてください。白い貝殻の道20分。そんなかかる。うん、あ、ここだ、復興市場。うん、結構遠いやろ、歩いたら。そうだな。マジでいい天気だな。うん、嬉しい。嬉しい。うん、天気が悪いとな。うん、で、昨日のな、礼文島は嬉しくなかった。8割ぐらいだな。8割？ 1 割か。それは残念やな。まあ、また行くからな。行けどな。行くの？一人で行ける？行くしかないで、あれ。そう。と。ウニも食べれんかったしな。なあ。いい道だな。いい道だ、これ。何もあらへん。北海道いいな。いいなあ。あんなもうな、うん、なんとかの道とかな、うん、そういうとこに行かなくてもただ走ってるだけで気持ちいいな。いいな。あと 4.3 キロで右。うん、大丈夫ですよ。わかります？わかります？山っていうか丘をこうぐるっと回り込んだあたりかな。そうな。うわー、すごい。うん、風車いっぱいです。ここが最北の瀬戸間じゃない？違う、もっと先なの。うん、宗谷岬過ぎてから。過ぎてって、宗谷岬過ぎたらもうダメじゃん。そうな。手前でしょ宗谷岬が一番北なんだから。いや、宗谷岬過ぎてこっち側やったと思う。なんか海も穏やかだね、うん、今日は。どれも行く人いいな。いいなあ。あ、利尻見えてる。やった、利尻見えてるすごい見えてるやったすごいな、今日すごいじゃん。リシリ見えました。やっと見えました、リシリが。よく見とこ、うん、でかいね。うん、すごいな、リシリ見えてるな。見えてるな。早く行かねば。あと 200m で右でしょ、うん、確か。あと 100m 急に、あ、これかな。これだ。これだった。うん、それだ。マジか。うん。ここですよ。ここ。ここが入り口ですよ。はい。ここ。ここです。はい。入りました。入りました。対向車来たらアウトなので急ぎます。ほら、おーおー、
白い貝殻の道です。来ちゃったすげえすげえ。誰も いないね、今のところね、うん、真後ろに利尻が綺麗に見えてます。マジですか、うん、マジですか、ほんとだ、うん、車止めるとこあるかな。止めます。ちょっと雲多いね、うん、照明多いね、多いね。ここに止めるのがいいんじゃないかな。ほんと？なんかベンチあるとこまで行こうよ。ベンチあるとこ、利尻が綺麗に見えてる。急げ急げ。雲が厚い、うん。ここですよ。ここ。ここです。あ、ここだここだ。ここです。見てすごい。わすごい。なにこれ。すごいカーブですよ。こっちすごかったです。なにこれ。歯がきみたいになってるよ。行きましょう。ちょっと下まで歩いてみます。うん、楽しいな。楽しい。うん、ちょっと曇っちゃったぞ。うん、でもめっちゃ綺麗。うん、めっちゃ綺麗。いい道だな。いい道だね。見えてよかったね。よかった。いいなこのカーブ。いいな。日本一のカーブやなこれな。すごいな。日本一、うん、すごいわこれ。よかったね。貝殻の道歩いてます。真っ白です。正面は利尻富士。誰もいなくて気持ちいいです。うん、最高だ最高だ。言ってるな。出発。いや、天気が良くて本当に良かった。良かった。うわ、後ろにいつの間にか車がいた。ここ見てごらん。あ、ここだ、海。だからそこ止めるわ、そこ。うん、海に向かってます、道が。かっこいいね、ここ。後ろがすごい景色で霧がない。
キリがないな。すごいよ風車ここ。すごいな、うんうん。これ飛行機の上から見れたじゃん。見えたね。よかったなあれも。すごいな。すごいの。だってこれ貝殻を引こうって思ったんでしょ。貝殻の処分に困ったんじゃないのかな。でしょ。当時な。うん。それだから細かく砕いて。道に引こうって思ったんでしょ。うん。そうしたらこれが観光地になっちゃったんでしょ。なっちゃったね。すごいね。うん。貝殻の道ってここだけ？ん？いや、前通ったでしょ。前通ったってことは今のは違うところ？違うところ。すごい綺麗。宗谷牛これ、うん、すごいいいね。君たち幸せでしょ今は。幸せでしょこれ。本当にべ放題じゃん。何が草、牧草のこと草、うん、食べても食べて回るよって感じ。さて、うん、どっち行こうかな。どっちですか。左の方が景色がいいかな。本当？すごい。すごいな。さっきからすごいすごいばっかりだな。これ。あそこも牛がいる。うん。牛がいるいる。いるいる。こんなに広いのになぜあんなところにちっこく固まってるんだろう。あそこになんかあんのかな。いい景色だな。最高。最高やな。もうキリがないです。
ちもこっちも絶景でキリがない、うん、ね、うん、ホタテ味。じゃあね。バイバイ。